皆さんこんにちは。こんにちは。はい、私たち名古屋のアスから超絶元気発信を総裁されるの OSU です。はい、ピンク色担当かまってかまって欲しいのマリアこと星野マリアです。今日で18歳になりました。ありがとうございます。はい、 OSU の黄緑色担当アミーゴこと夏川亜美です。今日のコスプレはピエロにしました。皆さん今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、OSU の水色担当ここ2年生16歳の春ちゃんこと白田遥です。今日はお羊です。はい、白田らしく白いコーデなのでぜひお方みんな撮っていただけたら嬉しいです。今日はよろしくお願いします。OSU のラベンダー担当なっちゃんこと井川夏です。今日は悪魔の格好をしました。よろしくお願いします。はい、OSU 初期生グレー担当杉ぽんこと杉浦明日香です。今日はなっちゃんとかぶって悪魔なんですけど、すごいなっちゃんが可愛すぎて辛いです。楽しみましょう。はい、OSU 初期生赤色担当夏美こと佐々木夏美です。今日のコスプレはナースです。よろしくお願いします。楽しみましょう。はい、囚人番号76892番の、緑色担当ひなりこと朝日奈です。はい、今日は囚人の格好をしてきました。どうぞ誰か捕まえてください。お待ちしてます。お願いします。はい、それではコスプレパレードスタートします。皆さん楽しんでいきましょう。イエーイ。はい、じゃあですね、お菓子用意したんですけども、半分おいしいのも食べちゃいましたんで、かなり 数が減っちゃっておりますので大変申し訳ありませんけども、お子さんと女の子に配りますので、大の大人は遠慮してください。よろしいですか。大の大人は遠慮してくださいね。ファンの皆さん申し訳ないですけども遠慮してください。子供と、女の子に配ります。はい、もう写真撮影終了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 。守っていい、ルールは守ってよ。トラブルがなったら途中でもやめますからね、ご了承ください。いいですか。問題起こしたら、途中でもやめますので、そこだけ了解してください。で、今からOS歩いていきますけども、ついてきていただくのは構いません。ただ、買い物されてる方ですとかいろんな方見えます。迷惑かからないようにそこは気をつけて、対応してください。よろしいですか。はい、じゃあ行こうか。ごめん、もう一回マリア、もう一回出発って。はい、それではコスプレパレードもなく始まります。みんなで出発。カンカンカン。はい、じゃあ出発します。行きます。レッツゴー。開けてください。マジかバレた。2列ぐらいになる。あんまり広がるとぐちゃってなるやろ。3、4ぐらい。タイム押してくれよ、これ。間がいなくなる。あ、間か。ちょっとゆっくり、ゆっくり。はい、渡ります。ちょっとゆっくり。
夏が顔白い塗らんかったの。ピエロと言ったらもうこれでしょ。やばいっすよ。あ、ここからやばい。しなっちゃん。やだ。しなっちゃん。それこそしなっちゃん鶏で出ないと。あれで。山口さん、ペースどうですか。はい。はい。あ、疲れちゃう。私の一部。しかもめっちゃ飛んでる、生きてる。私が歩いてちょっと見つけない気がする。綺麗さかも。気をつけてね。あ、落ちた。マグスさん、ここに置いてもはい、今 OSU のお姉さんたちがコスプレパレードしております。ちびっこにお菓子配ってますんで、ちびっこはお菓子もらってくださいね。大人はダメですよ、ちびっこだけですからね。ちびっこはお菓子もらってね。はい、ただいま OSU がコスプレパレードを行っております。ハロウィンコスプレパレード、先頭を歩く7人が OSU のメンバーです。ただいまハロウィンコスプレパレードを行っております。決して変な人たちじゃありません。はい、OSU メンバーがただいま、お菓子配ってくれております。ちびっこと、女性に配っております。ちびっこと女性にお菓子配っております。ぜひぜひもらってくださいね。はい、よかったね。はい、ただいま OSU 先頭歩いております。はい、ただいまコスプレパレード行っております。はい、女の子とちびっこに、お菓子配っております。センターで出てるのは、オーススーパーアイドルユニット OSU のお姉さんたちが、ただいまハロウィンコスプレパレードを行っております。はい、ちびっこ悪魔のお姉ちゃんがお菓子くれますよ。毒は入っておりません、大丈夫です。かわいい、待って。はい、ちびっこ、あ、囚人が近づいたら嫌がった。はい、ただいま、赤門に町、コスプレパレード、ハロウィンコスプレパレードを行っております。先頭を OSU のお姉さんたちが歩いてくれております。先頭の OSU のお姉さん、今お菓子配っております。ちびっこ、それから女性にお菓子配っております。はい、ただいま赤門通りを日発、コスプレパレード、今月はハロウィンコスプレパレードと称しまして、先頭 OSU メンバーが歩いてくれております。ただいま、OSU のメンバー、ちびっこと女の子に配っております。お菓子はちびっこと女の子です。ごめんなさいね、数に限りがありますので、お菓子はちびっこと女の子にしております。はい、ただいま赤門日発コスプレパレード、先頭を応援するメンバーが歩いてくれてお菓子配っております。ちびっこにお菓子配っておりますので、お菓子をもらってください。じゃあ渡って左行こう。渡って左、はい。はい、渡ります。
はい、渡ろう。渡ります。渡ります。はい、渡ります。渡って左ね。渡って左でーす。はい、ただいま赤門は赤門通りで、ハロウィンコスプレパレードを行っております。が、お菓子配りながら歩いております。お菓子は、ちびっこと、女性です。ちびっこと女性です。いいか、すいません、お菓子はちびっこと女性に配っております。はい、ただいま、ハロウィンパレード、センターでいておりますのが斜め OSU、大須が活躍する大須スーパーアイドルユニット OSU のメンバー歩いてくれております。お菓子は、ちびっこ、ちびっこに配っております。ただいまお菓子、ちびっこに配っております。センターでいてくれておりますのは、大須で活躍する大須スーパーアイドルユニットOSU の皆さんが先頭を歩いてくれております。ただいまより大須観音まで行きます。ただいまより大須観音まで行きます。メンバーです。メンバーです。びっくりした、びっくりした。はい、ただいま赤門通り主催します赤門日発コスプレパレード、今月はハロウィンということでハロウィンパレードを行っております。先頭を、ただいま大須スーパーアイドルユニット OSU の皆さんが、歩いてくれております。 OSU の皆さん7名が歩いてくれております。取られる方見えますんで、通路を確保してくださいね。取られる方見えますんで、通路を確保してください。ただいま赤門の近くにコスプレパレード、今月は、10月ということでハロウィンパレードを兼ねて、ハロウィンコスプレパレード先頭を OSU メンバー7名プラス1人7名プラス1人が歩いたんです。はい、ただいま、赤門日発コスプレパレード先頭を OSU の皆さんが歩いております。いろいろ一番楽なことない、いろいろ。じゃあ観音通り入ります。はい、ただいま、コスプレパレード。もうちょっとゆっくり。大須で活躍する大須スーパーアイドルユニットの7名が歩いてくれております。ちびっこにお菓子配っております。ちびっこにお菓子配っております。お菓子お姉さんからもらってね。はい、すみません、もうお菓子あとわずかで申し訳ありませんけども、これで終わりとなります。先にポケットのやつ出せ出せ、いいな、口のやつ出せ。はい、すみません、この迷惑になっております。ただいま、コスプレパレード、ハロウィンコスプレパレードを行っております。
ごめんなさい、写真撮影ご遠慮ください。写真撮影はご遠慮くださいね。ただいまハロウィンパレードと称しまして、コスプレパレードを行っております。先頭7名が、OSU の皆さんが先頭7名歩いてくれております。ただいまから大津観音まで行きます。大津観音まで行きます。大変ご迷惑をおかけしております。ハロウィンパレードを行っております。ハロウィンパレードを行っております。OSU の皆さんが今おかしく座ってくれてます。先頭で、歩いているのは OSU のメンバーです。大津で活躍するスーパーハイドグリーンと OSU の皆さんがただいま先頭を歩いてくれております。あんまりロケのカメラ意識しないよ、ね、意識しないよ、ね、ビビる大木さん。大木さんですね。大徳さんか。大徳さんって書いてあります。あ、本当。ちょっとゆっくり行こうか。多分分断された。お前。ゆっくりね、ゆっくり。ご迷惑をおかけします。 強いの弱いの。
が、ハロウィンパレードを行っております。先頭歩いてくれてるのはモスクチャンネルでモススーパーアイドルユニット OSU の皆さんです。本日は OSU からメンバー7名が来て、コスプレをして先頭に入っております。7名プラス1ですかね。なんか可愛い子ったらスカウトか。はい、ただいまハロウィンパレードを行っております。はい、皆さんにご迷惑をおかけします。車通ります。はい、車通してください。車通ります。車通ります。通れんだよ。やばいね。また来た。ちょっと止まっとく、止まっとく。はい、車気をつけてくださいね。車通りますから気をつけてくださいね。よし、行きます。Thank you.
先行と中間が、はい、アップが入れ替わりました。さあ、本日、渡って番所で入るからね。はい。はい、渡ろう。渡ります。渡ります。渡って番所で入ります。お疲れ様です。
申し訳ありません、ハロウィンパレードといたします。ご迷惑をおかけします。申し訳ありません。ハロウィンパレードが失敗いたします。ご迷惑をおかけします。マジで終わったね。瞬時に終わった。1ヶ月も終わったね。1週間ぐらい。1週間。1回死んじゃったよ。やるんだ。またどうせ死んじゃうって。以上と。はい。
今日のライブは、今月というか1年に一度ならではのみんなコスプレでのライブになりますので、ぜひ皆さんねちょっと違ったライブなので、それもね楽しんでいただけたらなと思います。楽しみにしています。皆さんも楽しみにしててください。楽しみましょう。はい、皆さん今日は楽しみましたか？はい、あんまりねなかなかコスプレとかはしないので、この機会に目に焼き付けて帰ってくれたら嬉しいなって思います。まだねこの後ライブもあるので、それも楽しんで声出してくれたら嬉しいなと思います。今日は来てくれてありがとうございました。はい、今日は皆さん来てくださってありがとうございます。この後先ほども言った通りライブの後にまたね握手会もありますので、ぜひ計られに来てください。まだまだ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。この後ライブもあるんですけど、その前にそこのスピークさんのガチャガチャの森でひなちゃん囚人の格好した子とこの悪魔とこのナースの女の子3人で賑やかしてるので、ぜひぜひ来てくれると嬉しいです。お願いします。はい、皆さん今日は来てくださってありがとうございました。私ちょっとなんか外出るのがっつり仮装して恥ずかしいなとか思ってたんですけど、みんなが可愛いとか言ってくれて私もすごい嬉しくなりました。この後のライブも一緒に楽しみましょう。はい、ということで、はい、最後ということですね。はい、今回なんかツイッターで得た情報なんですけど、赤門からスタートできた雨降らないでスタートできたというのが初めてということで、なんか初めてをねこのメンバーでやれたら嬉しかったなっていうのをしみじみと感じております。今はい、多分皆さんもきっと楽しかったと思います。この後は4時半からガチャ、そして5時半からは向こうでライブと、まだまだこのメンバーのコスプレが見れるところたくさんありますので、この後も引き続き皆さんぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。はい、それではさっきもみんな言ったようにね、17時半からお待ちしてます。それでは以上、女子人気発信予想サイダルの OSU でした。